です。ヒロトです。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで本日は、はい、ヒロトが昨日かな、ちょうど大江さんとちょうど深夜ぐらいですかね。うん、大江さんと会ってて、まあそれでね、あるものをお借りしてきたみたいなので、本日はそちらを、お借りしてキャッチボールをやっていこうかなと思います。はい、はい、そのグローブがこちらです。はい。トラッカーのファーストミットとメルカリ購入ですね。メルカリ購入のアンダーアーマーの外野手を、はい、あの大江さん貸していただきありがとうございます。ありがとうございます。軽く特徴言っていこうかなっていう、これに関してはやっぱスラッカーね、柔らかい柔らかいだし、でもしっかりとね、あの手の中の硬さとかは残ってて、決してふにゃふにゃってわけではないです。カラーがこれはイエローかな、多分、とブラック、ラベルもまあ、イエローラベルですねっていうような感じで、めちゃくちゃ軽いファーストミットです。あのオープンワールドよりかも軽さっていうような、日本製のザ・日本のファーストミットがしますね。で、大きさはまあちょっとオーソドックスなのかな。で、大江さんの片付け特徴的だなって、親指が反ってる、だからストレスなくはめられるっていう、ような、ファーストミットなっています。はい、じゃあちょっとヒロとアンダーアーマーの、こっちですね、アンダーアーマーの外野手を、はい、こちらは結構開く感じで、これ多分固有にで使っているのかなって感じで、うんうん、めちゃくちゃパカパカして、はいはいはい、超柔らかい軟式用なんですけど、めちゃくちゃ掴みやすい、うんうんうん、はい、ちょっとちっちゃめ、ちっちゃめですかね。面が広い分送球とか、うんうん、取ってからの速さがいいですね。なるほど、内野手用に近いような外野手用、まあ、そうですね、まあ、もちろんでかいけどね。でかいけどもうね、アンダーアーマーって販売してないですからね。こう使ったことない部類の、そうですね、自分もあんまり使ったことないブリですね、うん、こっちも、はい、まあ、スラッカーのファーストミットなんか使ったこともないし、アーマーの外周を使ったことがないので、はい、でそもそも大きいグローブは僕はあんまり使わないので新鮮な感じがするので、ちょっとキャッチボールの、おじさんにお借りしてやっていこうと思います。はい、はい、それではやっていきます。はい、どうすか、なんかね、広い作ったわ。あ、これも結構ね、土手側で取った方がしっかりと掴みやすいです。はい、掴みやすいって感じ。そうですね、あー高いな。だからスラッカーでキャッチャーミットはどちらかというと持ってるやつ、はい、まあ、高いよっていうよりかはなんかそう、まあ、低いですね、低く響き渡るものなんです。ハウスミットの場合はどちらかというと高めの音が出ます。あー、両親さんが持ってるキャッチャーミットと同じぐらいの音の高さです。より高い、高い、うん、これもまあ高いほどはなります。しっかり、はい、じゃあグローブ変えて僕アンダーマー使います。自分はスラッカーのファーストミット使います。良平さんが言ってたように、良平さんのミットよりは高いかもしれない。そんな感じですね。ハンドリングがめちゃくちゃ良さそうなぐらい、マジで入ってくる。そうですね、これ多分守りやすいな、うん、いや、ちゃんと芯に入ってるな。高いね、はい、はい、ということで、はい、キャッチボールやってきましたが、はい、アーマーの外野手用の感覚でいうと、やっぱりさっきヒロトが言ってた通り、小さいんだけれども、まあ、こういう意味でどちらかというと、まあ、広いは広いけれどもポケットもしっかりしてるから取りやすいで、本当に、うん、うまくいったらサードとかでも使えるんじゃないかなって、松田選手のような、ね、感覚で言えば、まあ、すごいパカパカして柔らかいので、入ったら、うん、どこでも入ってくれる。そう、だからどこに当たってもしっかり最終的にはポケットに入ってくれるような感じの外野手用のグローブとなってました。はい、じゃあヒロト、ファーストスラッカーのファーストミットに関しては思ったより全然重くない、
軽いんでハンドリングも良さそうです、うん、ちゃんとポケットも深いのでショートバンドとかめちゃくちゃ取りやすい、はいはい、ここのちゃんと開きがあるんで取ってからも速そうな感じがします、うん、はい、当たらないしね、そう親指とかの付き指とかもなくて安心だなと思います。まあ基本ファーストミットで付き指って聞いたことない、聞いたことない、キャッチャーミットならできるまあね、はい、まあそういった感じで大江さん、本日はさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あのアーマーのグローブはおじさんメルカリで、見つけてたりするので、まあいろいろね、そういうのも僕たちもメルカリで皆さんが買ったグローブ紹介したこともありますし、ありますね、ちょっとね貼ってみるのもいいんじゃないかなと、もちろん時間とかね、はい、メルカリとかいろいろ見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。走れ大江チャンネルの、リンクは概要欄にありますので皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。